はい、皆さん、こんにちは。アメリカでジャズギタリストをやってる伊達秀夫です。ですね、その前にですね、チューニングから始まって、そして、半音のクロマティックの指エクササイズ、そして、C メジャースケールの指一本でのやり方、そして C メジャースケールのいろんなポジションでのね、やり方っていうのをやってきてますので、ぜひそちらの方をね、最初にご覧になってください。今日はそれに引き続き、ギターレッスンなんですけれども、そのダイアトニック、スケール、ダイアトニックスケール、ダイアトニックコードですね。ダイアトニックコードをやっていきたいと思います。で、C なんですけれども、その C のダイアトニックコードっていうのね、一体何なのかっていうふうに思っている方もいらっしゃると思うので、それを説明しますと、コードの構成音が C メジャースケールだけでできていて、そして、しかもですね、3度音がこう重なっていったもののことを、3度で重なっていったコードのことを、C のダイアトニックコードと呼びます。そして、まあ、一番最初にあるのは、もう3つの音で構成されているトライアドですね。トライアドが、C, E, G, D, A, F, D, F, A ですね。すいません。D, F, A。そして、E, G, B, F, A, C といった、その3つの音で構成されている音が、C のトライアドということになります。そして、それに、さらにですね、セブンスの音を足した場合、C,E, G, B というふうになるんですけれども、それをダイアトニックセブンスコードと言います。ですから今日は、まあ、そのトライアドの方をね、最初にギターでやって、しかもそのオープンポジションを使って、1フレットから3フレット、しかも4フレットの間で、まあ、オープン、まあ、開放弦も使いながら、オープンポジションだけでやる方法を皆さんにお伝えしたいと思います。それでは、まあ、早速やっていきましょう。これが C コードなんですけれども、C のコードは、皆さんご存知と思うんですけれども、このレッスンではですね、フレットの番号を下の弦から上の弦に読んでいきたいと思います。最初は、6弦を飛ばして32010というふうになります。そして構成音は C の場合は CEG という構成音になります。そして次のコードに行きたいと思います。これは D の D マイナーですね。D マイナーの構成音は DFA ということになります。そしてですね、番号なんですけれども、6弦と5弦を飛ばして、そして4弦からスタートして0231という形で弾いてください。この場合は小指をここに使っても全然問題ないので、やってみてください。そして次のコードなんですけれども E マイナーになります。 E マイナーは、構成音は、EGB という構成音です。そして番号は022000という構成番号になります。そして次に F に行ってみましょう。 F はこのようにバーコードで弾くことができます。構成音の方は FAC なんですけれども番号は133211というふうになります。そして F コードの場合はですね、その親指をもし、使っても構わないという方がいらっしゃった場合はですね、親指を使う方法もやられてください。これは親指をこう1フレットの6弦に入れて、あと全部同じ音を押さえることになります。でどちらの場合も番号は133211です。そしてこの親指で押さえる場合は一つコツがあってですね、こう、まあ、ネックをこう握りしめるような形になるんですけれども、親指をこうロックの状態にして、そしてグッとはめてしまう。そしてその残った指で他のこう弦を弾く。でその場合ですね、このバーのとこが一番難しいかなと思うんですけれども、ここはまあミュートされたりとか、まあ、一弦の音が出なかったりするんですけども、まあ、それがあっても、まあ、5音になってればね、結構コードして成り立っているので、そこでめげないで、ずっと続けていくことをお勧めします。っていうのはですね、親指でそのコードを弾けることによって、いろんなフィンガーピッキングのその可能性が広がるし、まあ、そのブルースとかそのジャズのスタイルをやる上で、まあ、必須っていうか、その、親指を使わないと弾けないコードってたくさんあるんですよね。それをまあバーでまあカバーしてやっていくというやり方もあるんですけれども、そのバーでその
本当にできないコードとかあるんで、そういった、ものを知ってるので、ぜひその親指を、使うのをお勧めはします。もしそれがどうしてもできないという場合は、そのバーのやつをやってください。そして次のコード G に移りたいと思います。G の構成音は GBD という構成音で、番号は320003という番号になります。そしてですね、この指使いなんですが、もしかしたらなんですけれども、皆さんの中にですね、このように中指をベースに使ってこういうふうに弾く人もいるかもしれないんですけれども、ぜひこちらの方に変えるのをお勧めします。それはですね、ちょっとこの後半でもお伝えしたいんですけれども、指使いによってそのコードの、次のコードに対してコードチェンジが非常にやりやすいものとやりにくいものがあるので、こちらの方が全然やりにくい、やりやすいということを、今お伝えしたいと思います。でもう一度なんですけど、番号は320003という番号になりまして、この指使いをぜひ、覚えてください。そしてですね、ビートルズのそのイエスタデイみたいに、このようにこのようなコードがあるんですけれども、この場合は、このような指使いはできないので、ぜひこちらの方でやるふうにしてください。これはもちろん G コードなんですけれども、普通のですね、一般的な G コードはこちらの32003というものになります。で、次のコードなんですけど Am ですね。 Am の構成音は Ace という構成音です。そしてですね、番号の方は、6弦をスキップして、02210というふうになります。そして B に行くんですけど、 B の場合はですね、初めてここでディミニッシュコードっていうのが出てくるんですけども、ディミニッシュっていうのはそのマイナーコードでありながら、その5度の音も、半音低いというものですね。で、構成音は、BDF なんですけれども、B の場合はですね、F シャープが本来のそのフィフスの音なんですけれども、そのフィフスの音がその半音下がっている F を使わないといけないので、その場合はディミニッシュコードというふうに呼ぶことになります。サウンドも違います。そしてこの番号なんですけれども、両方の E の弦を弾かないで、2343っていう番号でやってみてください。それではですね、ここでトライアド の、 コードを最初 C から B まで続けて弾いていきたいと思います。このようにですね、非常に滑らかにこうつながっていくサウンドになるのを確認してください。このダイアトニックコードっていうのは、その構成音が C メジャースケールのみでできているので、この音がなんかこう外れてるなんていうのはないんですよね。ですから、その非常に自然につながっていく。ですから、そのコードチェンジもですね、自由に作れますので、そちらの方もこのちょっと後にね、説明したいと思います。それで、次のステップなんですけれども、最初にお伝えしたように、セブンスコードを自分で作っていきたいと思います。で、トライアドのコード、トライアドからそのセブンスコードを、セブンスコードに変化させるっていうか、そういうことをやっていきましょう。それで、セブンスの音っていうのは、7番目の音なので、CDEFGAB っていう、ここまで数えないと出てこないんですよね。ですから、これはめんどくさいので、オクターブ上がったところの C から、半音下がってみましょう。そしたら B 同じ答えに見つかるので、で、メジャー7の場合はそうですし、普通の7とかマイナー7、あとはマイナー7フラット5の場合は1音低いものを見つけてください。それは、D の場合は、C ですし、 E の場合は D、 そして F の場合は E、 これは半音ですね。そして A の場合は G、 そして B の場合は、A、 そしてそれで終わりですね。そういったセブンスの音を見つけていくようにしましょう。それでは C なんですけれども、
早速 B の音を足していきたいんですが、これはもう開放弦に B があるのを知っているので、開放弦を足してみましょう。このまあ B の音が足されることによって、そのセブンスコード、まあ3つの構成音から4つになるんですけれども、こう音に深みがね、グッと増すっていうか、トライアドでは絶せないサウンドになるっていうのをまあ確認されてください。そしてですね、もう一つやり方があって、この C のこの指使いをキープしながら、ここに B があるんですけども、これを小指で足すというやり方もあります。まあ、これをやるとですね、C と B の音が半音でぶつかっているので、まあ、クロスボイシングなんですけれども、ちょっとこう、濁ってて嫌だなっていう方もいるかもしれないんですよね。その場合は、まあ、オープンの方を使うようにしてください。そのハーモニーの特性として、その半音とかその1音で並んでる場合はちょっとこう音が濁って聞こえるというのは確かにあると思います。それをまああえてね、こうセロニアス・モンクとかビル・エヴァンスみたいにガンガン使うっていう方もいますし、それをまあ本当にね使わないで綺麗なハーモニーでやるっていう、まあ綺麗っていうのがどういうものが綺麗かっていうのね、個人的なもんなんですけれども、まあ僕の場合はそのクロスハーモニーすごい好きなんでガンガンやるんですけれども、皆さんの場合はですね、まあどちらでも使えるんで、まあこれこの音が構わないっていうんであれば、これもすごくいいサウンドではないかと思います。あとはまあオープンのやつも間違いないというか、誰が聴いてもまあいいサウンドじゃないでしょうか。それでは D のセブンスを探していきましょう。 D は先ほど言いましたように C の音がセブンスになります。そしたらですね、この D の音がこの薬指で今弾いてるんですけれども、それをまあ1音こう下げてバーの音にしてやってみましょう。まあ、このサウンドちょっと聞いたことあるなっていう方絶対いると思うんですけども、これはまあジョン・レノンね、イマジンで使われているコードチェンジですね。まあこの場合は Dm から Dm スラッシュ C っていうか、まあそのベースの音が C に変わっていったんですけれども、音的にすごく近いんじゃないかなと思いますね。まあベースを入れる場合は、まあこれはまあエクストラとして考えてください。そういったわけで D の場合は Dm の C の音を、D から1音下げて、まあ、ここに付け加えて Dm7 というのをまあ作りました。番号はですね0211になっています。そして Em なんですけれども、この Em に、セブンスの音では D の音を足したいんですけれども、まずは開放弦を入れてみましょう。これは4弦の開放弦の D を使って開放弦をただ入れてみました。そしてですね、もう一つのやり方はこの E の形をキープして、そして小指にこういうふうに足していくやり方ですね。そしてもう一つやり方があって、この開放弦も両方使ってしまおうと、開放弦とその D の音、小指の音を両方入れたらどうなるかというのをやってみましょう。まあこのようなサウンドですね。だから開放弦を使うことによってちょっとこう、まあ、音が、すごく広がるという言い方もあるし、ちょっとこう雑になるというね、両方あるので、それはですねやっぱり自分で弾いてみてどちらがしっくりくるかとか、まあ、曲によってどっちの Em7 がこう合うのかっていうね、そういうのを判断して決めるようにしてください。少なくとも3つのやり方があるのでそちらを覚えてください。それでは F のコードに行きましょう。
F のコードのセブンスノートは E なので、まあ、この F っていうのはこの小指にあるんですけれども、これをまあちょっと変えて一つ落として E を弾いてみたいと思います。まあ、このようなやり方あるんですけれども、やっぱさすがにね、バーでこういった指使い非常に難しいと思うんですよね。初めての方とか、ちょっと辛いんじゃないかなと思うんですね。それで他のやり方もあるので、説明していきたいと思います。まずはですね、親指のやり方に変えます。そして、このように F を弾いた場合に、こうやってスイッチするのはそんなに先ほどほど難しくはないんではないでしょうか。でこの場合にですね、E の開放弦をオープンにして、こう E を足してその F メジャー7というのを作ることもできます。そしたらですね、こういうふうに同じコードシェイプで、そして人差し指立てるだけでこう F メジャー7もできるわけです。この場合は133210ということになります。そしてその E をさらに足す場合はこのように形に、このような形になります。そしてこの応用編として、Am の形を上で作って、そして開放弦の A を鳴らして開放弦の E を鳴らすというやり方もあります。これも Fmaj7 です。そして最後のやり方は、この3つの指をですね、真ん中の3つの弦に当てて、まあ、10321という形にして開放弦を鳴らすということですね。最後は0です。F から Fmaj7。まあ、どのFmaj7 も結構音を響いていいんで、まあ本当に個人的なね、あの指使いの、まあ、どれがやりやすいのかによって決めてもいいですし、まああとはこのどのサウンドがその曲に合ってるかっていうので、まあ、決めてもいいと思います。それでは G の方に移っていきましょう。 G の場合はですね、そのセブンスの音が F なので、この G からそのまま F にこう下がっていきたいと思います。それで先ほど言いましたように、この指使いがなぜいいかというと、簡単に G7 に変えれます。もしこれやっていたとしたらどうなるでしょうか。これで構わないという人もいると思います。ただですね、まあギタープレイングというのは、そのいかに効率的にね、その一つのコードから次のコードに行くかとか、いかにその効率的に、まあ、一つの場所から次の場所に移動するのかって、どういう、まあ、その動きをね、省略して行った方がいいのかっていうのを常に考えてやる作業になるんですね。ですから、その最初にやったやり方っていうのは、ただその上のね、一弦の指使いを変えればいい。これが本当に一番の、まあ、効率がいいやり方になるわけです。で、二番目にやったやり方っていうのは、指がこうひっくり返るようになるわけですから、その無駄な動きを非常にしているということになるわけで、その無駄な動きをなるべくしない方が、まあ、その曲も弾きやすいですし、まあ、自分にとっても楽だということで、まあ、無駄な動きがない方を選ぶのをお勧めします。それではですね、次に Am に行きたいと思います。Am の、セブンスの音は G なんですけれども、G は開放弦であるので、開放弦をまず足してみましょう。もう一つのやり方がありまして、その G をですね、この高い音の G、1弦の方の3フレットの G を入れることもできます。そして開放弦と、3フレット目を入れたら、同時に入れたらどうなるでしょうか。そう、3つともにこうサウンドの違いって個性が、ね、あるんでね、これも本当に、まあ、選ぶの楽しいんじゃないかなと思うんですよね。それで、一般的に言うとですね、そのコードに対して一番高い音、コードの中で
一番高い音、特に一弦ですね、鳴ってる音が人の耳に聞こえやすいっていうのがあるので、そのセブンスの音を強調してこう聞こえさせたいというときは、ぜひその3フレット目の G を使うようにしてください。そしてそのと、それとは逆にですね、中にこう入れてあんまりこう目立たないようにしたいと、ただ音に深みを出したいだけなんだっていうときは、G を開放弦で弾くっていうのをお勧めします。で、これはですね、例えばソロギターなんかで、Am のコードなんだけども、そのメロディーが G だった場合、で、それでその Am7 というコードになっている場合も結構あるんで、その場合はその小指を使った G を弾いた方がいいと思います。ですからそのケースバイケースなんですけれども、その自分の一番弾いてるね、その高い音は一体何なのかっていうのを常に意識して弾くっていうのが、まあ、最終的に非常に役に立つっていうか、メロディーとかをね、一緒に、コードと一緒に弾きたいときに、そのメロディーになってるのはその低い音ではなくて、一番高い音なので、それをこう注意して常に弾いてるっていうのはいいことであると思います。で、もう一度やってみましょうね。まあ、3種類全部違う音だったなと思いました。で、次は、その Bm7flat5 ですね。これはディミニッシュから、ここに B の音が小指で今弾いてるんですけれども、これを、半音じゃなくて1音下げて A にして、このような形でやってみます。あ、連続でいきましょう。これはですね、あんま音変わんないんですよね。まあ、不思議なんですけれども、他の、まあ、コードに比べて、こう、1音変えてるのに、あんまりこう、音の違いを感じさせない。これはまあ、5度がね、フラットしてるから、そういうふうに聞こえるんでしょうね。もう一度やってみましょう。このようにあんまりこう変わらないっていうこともあります。で、この場合は Bm、まあ Bm ではないですね。B ディミニッシュコードから Bm7 フラット5に変わったところで、B の音を A に変えて、そのコードを作ってみました。で、次はですね、この、まあ、セブンスコードを全部連続で弾いてみたいと思います。で、この、まあ、C メジャー7のコードなんですけれども、一つ、まあ、オプションとしてね、覚えてもらいたいのは、そのエンディングとかに使うときは、まあ、全然5度足してもいいかなと思うんですよね。5度っていうのは G なんですけれども、このコードに G をここに足しちゃって、このようにやります。そうすると、まあ、ちょっとこう、音に深みが出て、さらにこう、なんていうか、エンディングコードに向くっていうことなんですね。それをまあ、ちょっと入れてやってみましょう。まあ、この場合はちょっとエンディングコードはね、深みが出ちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。そしてですね、今、トライアドと、そしてセブンスコード両方、両方のグループを一通りやりました。で、この段階で、まあ、順番にぜひ弾いてください。その C からね、B まで行って、そして C で終わるように、それを何回も何回もやった上で、その後で、その、まあ、順番を変えるというかね、その、よく一般的に使われるコード進行をやってみましょう。それ一番最も使われるのは、1625というやつなんですけれども、C、6番目の音 A ですね。そして2番目の音 D。そして5番目の音 G。C、Am、Dm、G。それか C、Maj7、Am7、Dm7、G7 ですね。両方やってみましょう。
最初が、トライアルで、2回目は、セブンスコードで弾いていました。その際ちょっとね、やっぱり音の違いがあると思うんですよね。ですから、まあ、どちらの方を自分が選ぶかっていう、そのトライアル決して悪いわけじゃなくて、その使い道が違うんですよね。ですから、その曲によっては、トライアドの方がしっくりくる場合が多いですし、そのジャズなんかではトライアドはあまり使わない、そのセブンスコードを対応するっていうこともあると思います。それではまあ別のコードチェンジですね。ちょっとひっくり返ったようなやつをやってみましょう。Dm2516 ですね。その Dm7 から G7 に行って、そして Cm7 から Am に行くというやり方です。ちょっとこうひっくり返すことによって、そのちょっとセンチメンタルな、ね、雰囲気が出るっていう、まあ、非常に面白いコードチェンジだと思うんですけれども、それではその先ほどの1625をですね、1625-3625のっていうものに変えてみましょう。要するにその3番目の音が、まあ、1を1とこう入れ替わるということですね。それをやってみましょう。まあ、これを入れ替えることによって、そのまあ C がね、その Cm7 が Em7 に変わっちゃったんですけれども、それをすることにちょっとこう、まあ面白さが出るっていう、そういうものじゃないかと思います。あとですね、2-5、その Dm7 から G7 っていうのを Fm7、G7 というやり方もできます。そしてですね、ただその C から Dm、Em、F、G というふうに上がっていくこともできます。それをやってみましょう。まあ、これもなかなかね、面白いんじゃないかと思います。あとはですね、トライアドなんですけれども、レッド・イット・ビーみたいに、C、G、A、マイナー、F っていう、まあ、1、5、そして6、4っていうやり方もあります。まあ、この場合のトライアドの方がまあしっくりくるっていうこともあるし、まあセブンスコードでやってもいいんですけれども、そのレッド・イット・ビーなんかの曲の場合は、まあわざとね、そのトライアドなんかでやってると思います。全く同じではないですけれども。そんな形でですね、いろんなこう組み合わせ、それをまあその自分でね、こう見つけていくっていうのもいいですし、まあいろんな曲をこう分析してね、それをやってみるっていうのもいいですし、まあそのダイアトニック、だけでかなりいろんなことができちゃう。そして、まあ最終的にはそのノンダイアトニックっていうか、そのダイアトニックじゃない音もね、ガンガン入れていきたいんですけれども、まずはこうダイアトニックにすごくこう慣れていくっていうのが一番いいんではないかと思います。で、この次のステップとしてはですね、そこにスケールを足していって、それでまあそれのまあ結果としてそのモードを覚えるっていうことになるのかなと思うんですけれども、それは次回でね、やっていきたいと思います。ですから今日はまあそのオープンポジションですね、その1フレットからまあ外部弦も含めて4フレットの間で弾けるコード、それをまあのみにフォーカスしてあのトライアドとセブンスコードをやってみました。ですからですね、今日やった全てのコードを、覚えるようにしてみてください。そしてまあ構成音なんかもね、ぜひその全部覚えて、そして C メジャーに
対してはすごくこう自信がね出るようにされたらいいんじゃないかと思います。そしてまあもう一度言うんですけれども、その前のビデオ、その C メジャースケールをですね指一本で弾いたりとか、あといろんなポジションで弾く、それもですねこれにつながっていくので、まず音をねギターの音を覚える、そしてどの音を弾いても自分が何の音を弾いてるか知ってるっていうのが非常にすごく役に立つことだと思うので、ぜひそちらのビデオをね確認して何回も見て、それで音を覚えるようにされてください。もう完全に覚えてるよっていう方はまあこのビデオをねコードをまずやられて、そしてそのコードの音を確認して構成音が合ってるかとか、トライアドの場合3つの音で成り立ってるのを確認して、そしてセブンスのコードは4つの音が入ってるかっていうのをしっかり確認してやって、そして、さらにまあ次のねキーをやったりとか、いろんなことをするのをおすすめします。それではですね、今日のレッスンはこちらで終わりたいと思います。で、まあ、次のレッスンもね、引き続きやっていきますので、また次のビデオでも皆さんにお会いしたいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。